8日放送の TBS 系ラビット、月曜から金曜前8:00にガチャピンとムックがおいでえん。フジテレビの人気キャラクターと番組キャラクターのラッピーが夢の共演を果たし、MC のキリン、川島明、44、もう、いろんな垣根が取り壊されました、と祝福した。8月8日は、フジテレビの日、であることから、8を背負ってきたというガチャピンとムックに、川島は、我々ガチャピンって呼んでいいんですか？調べたんですけど、芸歴50年、小玉日。力師匠と同期、と呼び捨てにしていいものかと恐縮。ガチャピンが、さん、なんてやめて、と慌てると、ムックも、私たち、5歳ですから、と、呼び捨てで呼ぶことを願った。さらに2人に会いたいと、番組キャラクターのラッピーが登場。大先輩を前に、ドキドキしちゃう、と緊張気味だが、ガチャピンとムックは横に立ち夢のスリーショットで共演を果たした。川島も、いろんな垣根が取り壊されました、と喜び、ラッピーも、大先輩のガチャピンさん。ムックさんにお会いできて光栄です。大興奮です。本日はよろしくお願いします。ラビットを、と挨拶。これを受け、ガチャピンとムックも、ラッピーの噂はお台場にも届いてます。ぜひ、お友達になりましょう、と挨拶し、改めて自己紹介。3人で握手しようという流れになったが、手が短いラッピーは両側から2人に挟まれ、川島から、握手、確保に見えるんですけど、といじられた。